おはようございます。これからエディソンとエリナちゃん家族と一緒にビーチに行ってサップをしようと思います。レッツゴー。頑張りましょう。エリナちゃん膨らましております。こんにちは皆さん、エリナちゃんですよ。クロスファミリーのエリナちゃん。はい、エリナちゃん。じゃあ彼女バックグラウンドに着きました。ビーチに着いたよ。エリナちゃんのエスコートのもとベースのあのビーチにやってきました。ここのねビーチがねすっごい浅くてですね、あの子供には最高。弱くになりそう。子供には最高なんでございます。エリソンさん、なんでなんでなんでピーナッツバター、もうなんで指突っ込んだの、指突っ込んだのあなた。これさ、これ海水で洗うやつ。エリ、何がガミ？なんか泥みたいだよね。なんかぬるぬるしてる。すげえ肌に良さそうな感じ。何してんの？舐めてんの？子供をなんかビーチ連れてったりプール連れてったりとかちょっと忙しくやって、で昼寝するじゃない、その後今してるんだけど寝てるんだけど、
で昼寝してる間に、私はそうだな、ビデオ編集したりあと撮ったりしようかなと思いますが、とりあえずランチを食べようと思う。ただのトマトね。これは昨日の残り。いや、めっちゃこぼれた今。めっちゃこぼれてるよ。昨日の残りのナムルです。ナムルかで、これも昨日の残り。超日本人でしょ。でもさ、キュウリがさ、うまいんて。めっちゃうまいので、ビーガンキムチ、別にビーガンじゃないけどさ、これを乗せる。なんか買いに行った時にね、韓国のスーパーに手作り系のキムチ全部売り切れてて、これが残ってたの。だからまあトライしてみようと思って。うまいよ普通に。なんかさ、キムチってさ、桜エビみたいなのも入れるじゃない。あれがさ、入ってないだけみたいな感じよ。でも全然美味しいよ。多分代わりのものを入れてると思うんだよ、その風味が出るようなね。すごいうまい。これはね、あ、めっちゃ暗くなってきた。これはですね、なんかさ、ボケてない。次は豆腐。これはさ、昨日だっけ、昨日食べたんだよね。まだ残ってるから、これを食べる。こういう感じで。これは鰹節と醤油だけかける。じゃん。これね、まだあるんだけどね、水戸の梅干しらしいの。茨城の水戸の梅干し。茨城の水戸というと梅干しが有名らしいんだけど、あのお友達がお土産として持ってきてくれたの。そうだから、このさ、梅干し超うまい。なんか馬肉が超柔らかくって、なんかすごいうまいの。完成。よし。ですね、これから食べるのは全部昨日の残りでございます。キャベツと玉ねぎの味噌汁じゃん。で、これさっき言ったキムチでしょ。普通のトマトじゃん。で、ナムル。このキュウリも昨日即席漬けみたいなやつ。あとこれはね、白米と玄米を50-50で炊いたご飯なんだけど、うちはね、玄米だけだと子供がいいってなるから、ちょっと白米を混ぜてて、初めはね、4:1 で、初めは4分の1玄米の残りを白米っていう感じで炊いてたのね。で、だんだん今割合を増やしてきてて、今半々っていう感じでシフトしてってるんだけど、そうです、このご飯はそう、玄米と白米を1対1かで炊いたもの。だから、あのお水さ、浸透させるのをちょっと長くしとかないと、あの玄米があんまり柔らかくなくないんだけど、なくならない、柔らかくならないんだけど、まあ、それだけに気をつければ全然普通に炊けます。そうじゃん。で、水戸の梅干しでしょ、超うまいので。あとこれはオーガニックの豆腐だね、にただ鰹節とお醤油だけかけるやつ。これが私のランチね。
あと麦茶。ではいただきます。この豆腐さ、あの梅干しちょっと乗せてもうまいね。